どうもどうも、イギリスに住んでいるハニル・ユラです。明日はブライトン宿敵のクリスタルパレス戦を見に行く予定です。三笘がホームでのダービー戦でどれくらい活躍するかを見に行きたくて、ついチケットを買いましたと。では今回はですね、ブライトンとクリスタルパレス戦を意味する M23 ダービーの由来をお話しさせていただきますね。 M23 はロンドンからブライトンをつなぐ高速道路です。もちろんパレスのホームのセルアストスタジアムからブライトン駅までの電車も1本で行けます。お互い70キロも離れているのに、交通便の影響でライバル関係が深まったかもしれません。72-3 シーズンまでは PL 所属だったパレスが翌年の73-4 シーズンに2部へ降格。引き続き74から5シーズンに3部へ降格することでブライトンと同じ3部に所属することになりました。しかも当時ブライトン対パレス戦の試合が開幕戦に決まり、3部なのに27,000人くらいの観客がパレスのホームに集まりました。しかしパレスはホームでブライトンに 1-0 で負けました。これでブチギレたパレスサポはブライトンサポに暴行を振るうことで、お互いのチームサポ同士で大喧嘩になりました。この事件でブライトンとパレスの仲はだいぶ悪くなりました。76-7 シーズンに両方2部昇格を目指すため、パレスはテリー・ベナルブス監督を、ブライトンはアラン・マラリー監督を就任させます。この2人は現役時代トッテナムでチームメイトでしたが、トッテナムのキャプテン任命の件で2人で大喧嘩をした過去がありました。これでこのダービー戦は一層盛り上がることに。お互いのライバルがクライマックスになった試合といえばですね、76-7 シーズンの FA カップ2ラウンドでブライトンはパレスに会いましたが、当時審判がパレスに有利な判定をすることでブライトンが負けちゃいました。こんなブライトンをいじめるためにですね、あるパレスサポがブライトンのマラリー監督にコーヒーを投げました。そしたらそれでブチ切れたマラリー監督はそのパレスサポに小銭を投げながら怒り出しました。その後マラリー監督はパレスのロッカールームに入り、パレスの監督のベナルブスに喧嘩を売ることで警察に捕まり、100ポンドの罰金を取られました。このようなライバルはですね、88年まで続きましたが、89シーズンからブライトンは主に2部から3部を転々、そしてパレスは大体1部に所属することで、27年間は M23 ダービーを見ることがほぼありませんでした。しかしブライトンがポッター監督と16-7シーズンに34年ぶりの PL 昇格を果たし、その後今まで約6年連続 PL 残留を成功させ、現在22-3 シーズンでは三笘を筆頭にいい成果を果たしています。ブライトンは現在7位、目標は大陸大混戦進出。パレスは現在12位で残留争い中。ブライトンのホームで M23 ダービーの展開どうなるんですかね。以上、ハネルユーラでした。ご清聴いただきありがとうございました。